これは何年モデルですか？これはね、まさにオリジナルで5年前から日本で販売し始めたんです。なんていう最初の6本なんですけど、だからね、この頃はまだ中国でこのメッキをしてたんでね、その後あのメッキの質も悪いんだけれども、メッキ工場がみんなシアン垂れ流しで全部廃止になったんです。だからそれ以降のこのヘイストのエンジンはみんな黒いんです。メッキの部分がない、味が貴重な初期型になる。ヘイストの250軽いんです。120キロしかない。あー、ラッキーやわね。今ならいくらでも振り回せるんで気軽でいいんです。それでも5年前は初めてバイク乗った頃は重たく感じました。バイクって重たいなと。すごい動かしましたね。はい。どうぞ、料理だ、はい、できてるんだ。80年だって長めた。XJ400 いうのは新しいんですか？あ、1981年かな。やっぱりもう30年ぐらい経った。そうです、両方とも80年代前半ですわ。どっち行きます？こちらです。そっちもその前からまだ。荒井です。気をつけて。ありがとうございます。